弁護部員の田島です、まあ、テナントが、まあ、突然中途解約することになってものすごく困る家主さんもいれば、まあ、あまり困らない家主さんもいます。で、私がロードサイド店舗の土地活用を地主さんに勧める時も、まあ、このテナントが退店しても、まあ、あまり困らないような貸し方、まあ、この考え方に重点を置いて土地活用の提案を地主さんにするようにしています。で、この考え方には、まあ、ポイントが2つあります。まあ、この2つのポイントをできれば2つとも、で、もしそれが難しくても、まあ、どちらか1つを抑えることができれば、まあ、テナントが退店しても、まあ、あまり困らない。まあ、つまり、リスクの少ない土地活用をすることができます。で、この動画では、まあ、その2つのポイントについて、まあ、解説をしていきます。で、ロードサイド店舗で土地活用をするときに、まあ、テナントが退店しても困らない、リスクの少ない活用の方法。で、その一つ目が、銀行から借り入れをしない。で、それが無理なら、まあ、できるだけ借り入れ金額を少なくするということです。まあ、そのための一番簡単な方法っていうのが、まあ、事業用定期借地で土地を貸すことです。まあ、事業用定期借地で土地を貸す場合には、まあ、地主さんに投資はありません。で、ただ、事業用定期借地で土地を貸そうとすると、事業用定期借地で出店するテナントが少ないということと、まあ、建築で、まあ、利益を取りたい建築会社が、まあ、積極的に提案をしてくれない、まあ、この2つのハードルがあります。まあ、事業用定期借地以外にも、まあ、銀行から借り入れをしない、でもしくは、まあ、できるだけ銀行からの借り入れを少なくして、まあ、テナントに貸す方法があります。で、それが建設協力金方式です。事業用定期借地権で出店するテナントよりも、建設協力金方式で出店するテナントの方が、まあ、出店数が多いので、まあ、テナントを見つけやすいです。まあ、ただし、この時に大事なのは、まあ、テナントを探してくれた建築会社から提示された建築費が、まあ、高すぎることがないように注意しなければいけないことです。まあ、せっかくテナントが建設協力金を委託してくれても、まあ、建築費が高すぎるようでは、まあ、やはり銀行からの借入金が増えてしまいます。で、ロードサイド店舗の建築費っていうのは、まあ、多くは鉄骨造りで、まあ、設備はテナントの負担なので、まあ、それほど高くないものです。まあ、事業用定期借地か建設協力金方式、ロードサイド店舗に多いこのどちらかの方法で、まあ、借入金が少ない、でもしくは借入金を少なくしておくことが、まあ、テナントが退店しても困らない土地活用になります。ロードサイド店舗で土地活用するときに、まあ、テナントが退店しても困らない、リスクが少ない活用方法。で、この二つ目が、計画している建物が、まあ、そのテナントが退店した後にも他のテナントに貸すことができるかどうかということです。まあ、テナントが退店しても、まあ、残った建物が居抜き店舗として、まあ、次のテナントに貸すことができるんだったら、まあ、家主さんの方は、まあ、そんなに困ることがありません。まあ、物販店舗でも外食店舗でも居抜き店舗に出店するテナントはたくさんあります。まあ、ただし、まあ、居抜き店舗として、まあ、後継テナントが見つけにくいような店舗もあります。まあ、具体的には、まあ、ドライブスルーの飲食店、階段室のないピロティの店舗、まあ、駐車台数が少ない店舗、まあ、敷地に対して建物が小さすぎる店舗、まあ、このような店舗です。で、このような店舗を建築するときは、家主さんがテナントを退店したときは解体するつもりで建築しなければいけません。まあ、つまりテナントに退店されるとリスクのある店舗になるということです。まあ、ただし事業用定期借地の場合だとテナントが建築して更地にして返還することになっているので、まあ、心配をする必要はありません。で、私は、まあ、地主さんが店舗を建築するときに、まあ、テナントが希望する建物をその次の活用を考えずに建ててしまうことに大きな問題があると思います。まあ、提案する建築会社も次のテナントのことは全く考えてはいません。まあ、地主さんの方が、まあ、テナントの中途解約を心配して、まあ、会社の規模や信用調査をしてみたり、まあ、契約書の中途解約の条文を考えたりすることも大事なんですけど、まあ、建物プランを見てこの建物が次のテナントに貸すことができるかどうか、まあ、これを検討することも同じぐらい大事なことです。まあ、中には建築会社が家賃などの経済条件と、まあ、建築費だけを提案書に書いて、
まあ、建物プランはこれから考えます。まあ、そんなことで、まあ、このテナントに貸しますか？どうですか？まあ、こういう提案をしているような会社もあります。まあ、このようなことで決めるっていうのは大変問題があると思います。まあ、地主さんは、まあ、自分が店舗を建築するときは、もう少し建物プランに注目する必要があります。まあ、ロードサイド店舗で土地活用するときに、まあ、テナントが退店しても困らないためには、まあ、一つは、まあ、借り入れをしない、または借り入れ金をできるだけ少なくする。そしてもう一つは、次のテナントにも貸せるような店舗を建築する。この二つのポイントを押さえることが大切です。まあ、これからもこの動画では、地主さん、家主さんに役立つ情報を定期的に配信していきたいと思います。まあ、よければチャンネル登録をお願いします。また、この動画に対する質問などがありましたら、概要欄のところに当社の連絡先とメールアドレスを書いておきますので、そちらの方から質問していただければ返信させていただきます。で、また動画のコメント欄にコメントをいただいても返信できることでしたらコメントで返信させていただきます。